こんにちは、FT イメージのお時間です。さて、本日のイメージは一生もののセットアップ持ってますか？FT イメージ。はい、というわけで今日はセットアップをね、ちょっと話していきたいなと思ってるんですけども、はい、っていうのも、前回コメント欄で、はい、大体10万円前後で買えるセットアップいいのないですかという質問があって、まあ、今回動画を作ろうかなと思ったんですけども、はい、やっぱ男の子ってのはね、入学式、うん、卒業式、うん、結婚式だったりとか冠婚葬祭、うん、これがあると思うんですよ、はい、やっぱかっこいいセットアップ絶対1着まで持ってないといけないかなと思っていて、今回はこの10万円前後、うん、まあ確かにギリギリ捻出できる金額かなと、うん、確かにただ10万円だとやっぱハイブランドとか厳しいので、はい、ドメスティックブランド、日本のブランドの縛りで4つ話していきたいなと思っております、はい、1つ目は普段使いだったりとか、はい、一般受けできそうなカテゴリーから1つ、はい、でもう1つは存在感抜群のもうキレッキレのブランドから1つ、はい、で3つ目にまあ、モード、はいはい、最後に人とは被りたくないなって人のためのブランドを1つで計4つ紹介して、最後にちょこちょこもう少し紹介したいなと思っております。はいはい、1つ目のブランドです。普段使いにできるようなかっこいいブランド、うん、オーラリー。はいはい、オーラリーってのは、はい、2015年に岩井亮太さんって方が作ったブランドなんですけども、はいはい、このね、ブランドのいいところは、はい、この岩井亮太さんってそのデザインがね、うん、まずは、まあ、服の本当デザインだけではなく、はい、素材からデザインするっていうのがこの人のコンセプトらしくて、はい、世界中から集めたもう本当にいいって言われる素材を日本屈指の生産工場で作っている、すごくプレミアムなね、メイドインジャパンのブランドなんですよ。着心地だったりとか、はい、肌触りなんかはもうすごく良くて、はい、冬とかにもなんか軽いけどあったかいコートとか、うん、そういうのが好きな人はね、すごくいいのかなと思ってます、はい、で、僕個人としては 2020SS とかのライトブルーのセットアップなんかはすごいかっこいいなと思っていて、で、ちょっとまた話も変わるんですけど、はい、これジャケットとスラックスのセットアップ以外にも、はい、シャツとパンツのセットアップとか、はいはいはい、なんかそれこそコーチジャケットみたいなものとパンツのセットアップみたいなものも結構あって、はい、その辺なんかも結構おしゃれだなと思っていて、はい、いいかなと思ってます。ライトブルーって今年はいいけど、今後はどうなんですか？これは僕の完全に好みなんですけど、はい、まあ、夏なんかは僕も今日も着てますけど、はい、まあ、涼しい色、春夏なんで、まあ、その涼しいものとしてはどうかなと思うんです。涼しい時用にどうかってことか、うん、はい、まあ、これは僕の完全に好み。ただオーラリーってブランドは普段使い抜群の、一見どこのブランドか分かんないけど、やっぱ素材が高級なんで、ほんといつ着てもいいような冠婚葬祭も OK だし、普段使いも OK っていうそのブランドなので、はい、カラーだったりは見てみてちょっと決めてみてもらっていいのかなと思ってます、はい、で2019年からパリコレにも出てるので、今後ねすごい注目なブランドかなと思ってます。はい、2つ目は、存在感抜群のキレッキレカテゴリーから、うん、ジョン・ローレンス・サリバン。はいはいはい。これはね、結構知ってる方も多いと思うんですけど、うん、2003年ですね。結構新しい。結構新しい。まあでも、日本のデザイナーズブランドで言ったら、もう結構その中堅層にもなってきてるのかなっていうあたりですね。結構じゃあ日本のブランドたちは割とその若いものが多いって感じ。そうだね、そんな感じかな。ハイブランドの1900年代からとか、800年代とか、のはそうないよね。一番上で幼児とかね、こ、ね、の辺の話になってるよね、はいはいはい、日本だと。で、うん、このジョン・ローレンス・サリバンっていうのは、はい、まあ、デザイナー柳川嵐さんって人なんですけど、はいはい、この柳川さんが面白くて、もともと服を作る前はプロボクサーなんですよ。え、マジで、うん、そうなんや。なんかもうそれこそ大学時代は全日本チャンピオンになってるし、ガチガチの人やで。プロボクサーも4年間やって、はい、この4年間は具志堅用高さんの元でガチガチ。で、それこそこのジョン・ローレンス・サリバンって、はい、僕名前好きなんですけど、はいはい、これ何の名前かっていうと、はい、アメリカのもう伝説的に強かったヘビー級チャンピオン、ボクサーの、の名前を完全にもらってるんですよ。もうフルネームそうなんや。ジョン・ローレンス・サリバンさんっていう人もいたんですよ。そうなんや。そう、それの名前を取っていて、へー、だからこのサリバンって、ね、結構力強かった。さだったりとか男らしさだったりが、なんかちょっと強いじゃない、サリバンのデザインって。ああ、確かに確かに。ブレスレットとかも結構ゴツになるもんね。ゴツになるし、はい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 、そう、それはジョン・ローレンス・サリバンの威厳であったり、フルフルであったりをデザインしたいっていうのがこの柳川さんの気持ちだし。へー、うん、そして、この柳川さんは、もともとボクサー時代もアパレルとかでバイトしてたらしいんですけど、で、ボクサーを辞めて、その後、イギリスとかで古着の買い付けなんかをしながら、英国のね、テイラーズについて学んだらしいんですよ。独学で。で、
このね、すっごい形が綺麗との評判で、はい、ジャケットなんかも本当にね、この着た感じのフィット感と着心地、肩の周りとか、すんごい着やすいし、すんごい綺麗なんですよ。いや、でもサリバンもやばい。着たらやばい、本当に。ね、本当にあの、ラックにかけてあるのと、着たんじゃ本当に違う。違う。本当、嘘でしょって感じの着心地サリバン、びっくりします。で、サリバンってのは、一応そのスーツタイプみたいな、定番のスーツタイプの、テーラードセットアップもあれば、はい、毎シーズンコレクションとして出てくるテーラードもあって、コレクションのものは、まあ、そのトレンドによってちょっとスポーティーっぽい年もあれば、ミリタリーっぽいのもあれば、はい、いろいろなんですけども、はい、定番のものは結構本当に普通の会社員なんかの人でも全然着ちゃえるレベルもいけるぐらい形綺麗だし、細くて美しい。で、やっぱコレクションのものはやっぱかっこいいし、はい、僕的には好きかなというところですね。僕は結構サリバンのスーツをセットアップ、買おうと結構前から悩んでるんですけど、どっちがおすすめですか？定番のものか。タツマの感じだったら、僕は定番でいいかなと思っていて。てのも、サリバン結構細いんですよ、形が。はいはいはい、タツマ、線も細いし、足も細いし、はい、結構こいつ足長いんですよ。そうなんですよね、身長は。で、だからその足の長さなんかも際立っていいのかなと思うし、たまにゴボッと買うけど、ちょこちょこ買わないじゃない。買わないですね。だから、いいのをちゃんと長く着れるって面では、トレンドに左右されるものよりも、定番のものをずっと長く着れるものがいいのかなと思って。おー、なるほど。定番のアイテムかなと思って。買いますお願いしまーす。3つ目はモードブランドから TH というブランド、はいはいはい、これは以前僕のワイドパンツの動画でちょっとお話ししたことあるんですけども、はい、で TH っていうのは太郎堀内さんという方がデザインしているブランドなんですけども、はい、この太郎堀内さんという方はもともとレディースブランドで太郎堀内っていうブランドを作っていた人なんです、はい、でも、2018年にできた TH なんですけど、はい、その頃に俺なんで男なのに女の服作ってんだろう、俺着る服欲しいなで、瞑想した結果、はいはい、自分で自分の服作ったっていうちょっと面白いブランドなんですけども、はいはいはい、結構形が本当に綺麗で、はいはいはい、僕モードブランドって結構それこそ幼児なんかもそうだし、はいはいはい、ぽすぎるというか幼児っぽすぎる、はいはい、ギャルソンっぽすぎるとか、はいはいはい、普段がすごい使いづらい、まあね、ただ TH はなんかねモノトーンで結構シンプルなものも多いんですけど、はいはい、でも本当に形も綺麗だし、はい、素材もいいんですよ、はい、しっくりくるっていう感じが僕あって本当着た感じ本当にしっくりくるんですよ、はいはいはい、モードブランドって着た感じ、あ、思ったのと違うなみたいな、うん、思った感じなんですよ、あ、しっくりくるわっていう、これがこの TH の良さかなと思っていて、長く年取っても本当観光総裁で使えるモードブランドってなったら TH すごくいいんじゃないかなという、はいはいはい、とこですね。それこそワイドパンツ、うん、ちょっとワイドなものもあれば、はい、スリムなものもあるのでその辺は見て選んでいただければいいのかなと思っております。はい、そして最後に4つ目、外は被りたくない、ちょっとクロート向きな人に向けたブランドで、はい、レインメーカーっていうブランドがあって、2013年に渡辺光一さんっていう方が、はい、京都を拠点として作っているブランドで、はいはい、まあ京都を拠点としているからやっぱちょっとね和テイストミックスなんですよ。ああ、なるほどね。これがまあちょっとおしゃれで、はい、例えばなんかね寒いとかわかる？寒い？ああ、わかるわかる。寒いとか、はい、寒天っていうらしいんだけど、はいはい、いわゆるそのハッピーとかサンチャコみたいな形のものとかを上手にその現代風にねこの昇華しているというか、見る人が見るとえそれどこの？結構気になるんじゃないかな。本当に僕クロート向けだなと思っていて、でこれ2013年からできてるんですけど。うん、2019年ぐらいからかな、フォーコレとかに出してて、あ、そうなんだ。だから今後どんどん上がってきてもおかしくないのかなっていうブランドで、個人的には本当ね、やっぱ今そんなに、まあ知ってる人は知ってるでしょうが、うん、そんなに知られてないし、ってことを踏まえると結構いいのかなっていうところですね。そういうのいいよね。うん、上がり高めのやつ。そうそうそう、なんか今着たいって感じでね、その、流行る前に知っておきたいみたいな、ブランド、レインメーカーすごいいいのかなと、これ思ってるんですよね。はいはい、で、他にも、まあ、この尺の問題でちょっとさらっと説明するんですけど、はい、普段使いだったり一般向けでおすすめしたいのは、あと、エトセンスとか、はい、エヌハリ、ニューハリットみたいなものとかも、エヌハリもあれドメスティックなんですか？ドメスティック。あ、そうなんだ。あれもね結構そこそこ何年だったか覚えてないけど、はい、まあ中堅層のブランドね。そうなんだ。うん、ハリバンとかと一緒だ。そう、うん。でもそんなに10万ちょっとお釣りくるんじゃないかな。多分俺のごめん記憶では。はいはい、エヌハリなんかも形も本当シンプルなものも多いし、年幅広い年代で使
っていただけるのかなと思います。センスはちょっと若者向けかな。成人式とか、卒業式とかで、ちょっと人と変わりたいけど、まあでも普段も使えるよみたいなところでエトセンスいいのかなってのと、あとはその、サリバンカテゴリーで言ったら、リトルビッグ。これは結構サリバンと似てんの、本当に。だからこの、サリバンもし買うんなら、一回リトルビッグも見てほしい。この二つで悩んでみていいかなと思うんですね。あと、モードブランドだったら、ドレスアンドレスド。はいはいはい。僕好きですけど、その辺とか、あと意外と一世三宅。え、高いんじゃないですか、一世三宅の、あの、いわゆるプリーズみたいなのあるじゃない。はい。あれ、あるじゃない、わかんない。は、意外とね、10万あればお釣り来るよ。オム的なやつとか。あ、ね、ごめん。一世三宅は書いとくんですけど、多すぎて、僕も全部把握してないんですけど、今の一世三宅で思い出すようなデザインのやつは意外と安い。で、あと、クロート向けだったら、あとは、まあ、モータでもありますけど、サルバム。サルバムは一応、藤田哲平さんっていう、まあ、藤田さんやってるんで、これおすすめ。ま、他にもあったよね、なんだっけ。なんだっけ、ジェーダ。あ、ジェーダ。ジェーダ藤田さん。あとは、ベッド JW フォード。っていうのもあって、はいはい、これなんかもね、形も細いし、サルバムなんかも、はい、着る人選ぶかなと思うんですけど、はい、着れるならかっこいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ個人的にこれで何だろう、11ブランドかな、これ。結構紹介したね。うん。まあ、その最初に言って4つが一応僕の中で今、カテゴリーで行くんなら、はいはい、オーラリー、ジョーナルサリバン、TH、ネイメーカー。この4ついいかなと思ってるんですけど、はいはい、まあ他にもいろいろあるかなと。で、もしその、最後に言ったやつで、はい、気になるものがあれば、コメントでいただいたりとか、あともしそれがインスタの DM なんかでくれると、うん、結構熱心に返すタイプなので、うざくなければ聞いてみてください。はい。では、本日のイメージはこんなところで。はい。ファッションに関する情報だったり、コーデの組み方、最新アイテムの情報、なんていろいろ出してますので、もしよければチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。で、概要欄に2人の SNS が載ってますので、そちらからぜひチェックしてフォローお願いします。で、一番下までスクロールすると、髪切ってほしい人のための URL が貼ってますので、そちらからご予約もお待ちしております。お洋服に関する知識やコーデ、新しく発売される注目アイテムなど、さまざまな方面からファッションについて動画出してますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録したらね、それがいいことしかない。俺のお母さんが好きだけど、チャンネル登録したらお母さんから毎月たくさんの1枚給料めっちゃ上がる。